話をね、していきます、はい。ラジオネームアデペンギンさんです。ありがとうございます。こんばんは。私は今絶賛受験期です、うん。でもプロセカをやる手が止められません。それでもやっぱりプロセカも頑張りたいし、推しの25メンバーたちを育成していきたいです、うん。どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。先生、はい、アドバイスお願いします。え、プロセカやればいいと思うよ。でもあなたの人生の、あなたの人生の責任を取れないから、勉強を1時間やったら15分もしくは30分、多いか30分。平日はじゃあ1時間やったら15分にして、休日か、休日は1時間やったら2時間勉強したらとか、3時間勉強したら1時間やろう、うんうん。確かに時間決めるっていいかもしれないね、うん。そう、大丈夫、私たちは逃げないです、うん。そう、大丈夫、受験が終わってからも私たちはいま す、私たちっていうかキャラはいます。待ってます、あなたのことをいつまでも待ってます、